はい、いただきます。いいとこやな。ルフィス、ルフィラッキーすぎん。うん、そうなった。雷の期間唯一だもんね。なんかルールはどれから食べよう。今日のこの一番の推しはどれ。推し、うん、推し麺どれ。どっち。タコ飯。うん、タコ飯いただこう。え、つくねはあんま推してないな。さっきもつまみ食いしたけどやっぱりうまいね。マスタードポテサラ、なんかいつもと違うんだ。ね、違うよね。うまい。てかじゃがいもが甘い。うん。ニンニク使ってない。うん。使ってるよ。あれ？なんかふわふわしてる。卵が多いから。残念。卵でかさ増しした。うん。つくねもうまい。美味しい？十分うまいです。はい、今日は天皇杯第1回戦です、相手は新潟医療福祉大学っていう、北海道でバリバリ強い大学ですね。まあ、相手もきっと勢いを持ってくるんで、絶対に上のチームを送ってやろうっていうつもりで来ると思うんで、それをあんまり受けて立たないように自分たちから、まあ、積極的にいけたらなと思います。まあ、僕は多分、ベンチスタートなんですけど、しっかりとね、出てもいいプレーができるようにしっかりイメージしてやっていこうと思います。今日は
1対0で負けてしまいました。まあ、勝っていけばね、鹿島と試合ができたり、上のカテゴリーと試合ができるっていうチャンスだったんですけど、まあなんとしても勝ちたいね、試合だったんで、ホームで練習してたし、その流れで今回も勝ちたいとは思ってたんですけど、まあ残念です。僕個人としても、まあ、出場機会はなくて、出る機会はなかったんですけど、まあ、外から見てて感じるところがあったり、そういうところもね、これからチームに還元して、まあ、次すぐリーグ戦、もう天皇杯はなくなってリーグ戦しかない状態になるんで、次のリーグ戦にそれを活かしていけるようにやっていきたいなと思います。まあ、相手のね、勢いがある時に、まあ、失点をしてしまったので、まあ、そのままの勢いで、試合が進んでしまったかなというふうには感じましたし、もし自分が出たなら、そういう勢いをつけさせないためにどうしたらよかったのかとかを、まあ、考えるんですけど、そうやって考えたことを、まあ、ここから練習とか、試合で活かしていけたらなと思います。まあ、しっかりと切り替えて、次のリーグ戦戦いたいと思います。